どうだ、あ、ちょっと深いな、ここはちょっと長靴入っていけないな。 あ、魚いる、魚。ちょっと河川敷工事してるな。土砂撤去、土砂撤去してますね。よし、この辺入ってみるか。よし、あ、ちょっと濁っちゃったな、こんな辺。足で、よし、どうだ、どうだ、あ、なんかいる、なんかいる、ごついのがいる、ごついのがいるぞ。ヤゴ、ヤゴだ。あ、これもいた。あ、ちょっと濁ってる。よし、これに入れとこう。まずこのごついヤゴ。何ヤゴだろう。オニヤンマの小さいのかな。ちょっとこれ、これなんだろう。いや、ヤゴにしては小さすぎると。これマダニじゃないかな。マダニみたいな感じ。ここやってみるか。もう一回、もう一回同じところ。カニとか取れないかな。でっか、でっか、でか、でかいトトンボのヤゴ。ちょっとでかいと怖い、ちょっと怖い、怖い、うん、ちょっと怖い。あとほら、これもヤゴ、これもヤゴ。クモみたいで、ちょっとかもしれない。これでかい、これもヤゴ。でか、でかヤゴ。噛まないかな。ちょっと怖いな。でかいと怖いよな。うん。あ、またいた。同じやつだ。同じもの、小さい。小さいやつ。すげえいる、すげえいっぱいいる。ただちょっと魚が欲しい、魚が欲しい。よし、やっていこう。またお足で、足は魚が取れる確率が。あ、いた。これ、これ同じヤオかな。あんま、そう。あれ、どこ行った。ちょっとくらい移動。これ足型、うわ、おたまじゃくしだ。あ、エビもいる。入れとくか、キープ。エビ、あとオタマジャクシ、小さいアマガエルかな。ほら、
とここやってみるか。あ、いなかった、いなかった。ここ行ってみるか。よし、あー、いい感じする。エビだ、エビだけだった。やっぱ流れがあるとこ。トンボだ。あ、なんか珍しくない、この時期。トンボ、トンボ、ほら、これなんか珍しくないか、この時期。あ、映んねえな。あったあった、ほら、トンボ、トンボ。なんか、うわ、とったとった、珍しいな、この時期。ほら、やってくか。おお、ね、この足元、まずは足元から。これいなそうだな。いたいたいた、やった、魚魚。今、あ、本当だ本当だ、土壌わかるかな、ほら。あ、ほら、おお、逃げる逃げる。結構上の方にいたぞ。土壌、土壌くん、はい。あとはでか、糸トンボヤゴ。来た、ちょっとバケツに入れよう、後で見ますけどね。はい、さすがにもう無理か。何もいなかった。あ、エビくん、エビぐらいしかいなかった。ちょっと今年初がさだから、慣らしってことで。ヤゴはいっぱい取れるな。ほら、テントウムシも取れた、わかる、テントウムシも取れた。お、生きてるじゃん。これは陸だろ、これは陸にいる、いるべきだぞ。魚がいない。でかい、でかい、ほら、巨大。これいっぱいいるんだな。何トンボ？ミヤゴだ。はい。あれが取れないな、口細。口細が取れねえな。ショベルカーだらけだよ、河川敷は。いやー、ほんといないなぁ。モチボはどこに行ったんだ、ほんとにいない。よし、今日の収穫。ヤゴばっかりでしたね、このでっかいヤゴ。あと、あ、これは糸トンボの巨大ヤゴ。ほら、島道場、これは綺麗な柄してるな。綺麗な島道場。あと、エビ。こんな感じでしたね。まあ、鳴らしってことで、今回は。あと、これ、これか、多分マダニだと思うんだよ。マダニ、これはマダニでしょう。あと、
よくうちの犬にくっついてたやつだね。これだよ。ラブミーからギャゴに似てるけど、今回もこれ使わなくてもいいな。逆に見えないよね。で、元いたところどっちだ。こっち、こっちでいいか。ここにね、逃がそう。土壌も一緒に。はい、バイバイ。あ、ちょっとマダニ危ない。マダニちょっとやめて。危ねえな、家連れてきちゃう。魚捕まえればこれ入れたかったけど、ヤゴじゃん。まあいいや。よし、終わります。洗って、ちょっと洗おう。マダニがいるかもしれない。ちゃんと念入りに洗って帰りましょう。はい、それでは。いや、今回のボツかな。うん、でもボツだと思ったのが結構再生されちゃったりするから、何が伸びるかわかんない。